朝日座立地が新しくなったことにちなんで、お二人がこれから新しく始めてみたい日々のプレミアムな時間を伺っていきたいと思います。それではお二人一緒にオープンしていただきます。ではお願いします。どん。ではまずは長澤さんからお願いします。はい、早い時間から、はい、早い時間からの晩酌。ああ、いいですね。はい、やはり春になって暖かくなってきたので、あと日が長くなったんで、あの、なんだろう、明るい時間からちょっとこう贅沢な時間を、あの夜の時間、あの楽しみたいなっていう思いがあるので、はい、この間もお友達と、なんだろう、桜を見ながらこうゆっくり過ごしたので、うん、早い時間から、うん、お酒を飲みながらゆっくりできたら幸せだなというふうに思っていて、竹野内さんはいかがですか？オートバイ、これは、はい、新しく始めたいということではないんですけれども、はい、あの24、5年ぐらい付き合っている、あのオートバイが、大切にしているオートバイがありまして、長い相棒が、はい、はい、あのこの数年もなかなかこう仕事が入ってると乗る時間もなかったので、あの、まあ、ちょっとね、桜も今年すごい綺麗ですし、暖かくなってきたので、あの、まあ、ツーリングとかして、帰ってきて、あのプシュッとこう開けて、プレミアムな時間を、まあ、それが自分にとっては最高の時間だなと思って、そんなことを近々やってみたいなと思います。はい、続いてはお二人のプレミアムな晩酌としておすすめのおつまみを伺ってまいります。まず竹野内さんからお願いいたします。いや、もうやっぱりね、ビールといえば、もうね、これしかないかな。最高ですね、はい、焼き鳥。そうですね、焼き鳥とビール、もう日本人で生まれてきてよかったなって思えるような瞬間というか最高ですよね、はい、さあ、そして長澤さんは、はい、春野菜です、はい、こちらはあの最近野菜が大好きで、野菜を生で食べるのが好きですし、なんか蒸し煮みたいな、感じで食べるのも好きだし、簡単に野菜を、簡単な料理法で野菜を食べるのが好きなんですよね。素材の味をそのまま楽しむという、はい、味が濃くなってくるじゃないですか、野菜の味がどんどん夏に近づくにつれ、あのそういうところも好きで、はい、ちなみに最近召し上がった春野菜何でしょうか？あ、グリーンピースとか、あとプチレールとか、タラの芽とか、あとはなんだろう、ケールとか、はい、そうなんです。緑の野菜が好きです。うん、ね、健康的ですね、竹野内さん、ね、健康的な食べ物も好きですし、でも焼き鳥も大好きですね。はい、でも焼き鳥と春野菜があれば完璧ですね。完璧だと思います。そこにリッチがあれば、はい、夜リッチは完璧ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。